始まりました。お兄チャンネル。はい、はい、よろしくお願いします。揃った。完璧に揃った。完璧やった。完璧やった。揃ったからなんやねん。怖。野田さん今日汗すごいですね。話変えた急に。いやすごい。すごい。こいつほんまなんやねん。ねえ、さっきもこのカメラ回ってないところでもついていけなかったです。会話してて。ほんまにおかしいよね。でもさ、会ったらあんなこいつと思うけど、ちょっと離れたら会いたなるよ。そう、それが私の魅力なんです。いやほんまになんかね、ドロッとした豚骨ラーメンみたいな。そうやねん。すぐもうええわってなんねんな。なんかね、てんててん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 。タイミングとかじゃなくて、クラッカーの塊でパーン当たってたから、今はほんまに一瞬競馬の YouTube じゃなくて過激 YouTube になっちゃう。お前の何千倍びっくりしてるから。普通は人にクラッカー向けちゃいけないよって書かれてるから当たってるよ。スローでご覧ください。当たってたね今。これもパーンってなるのかな。俺ちょっとびっくりしてるから。なんか1個しか使ってない。いや誕生日のムードでええやん。いつもの照れ隠しバージョンみたいな感じで自分の方に持っていく。いやいや。ありがとう。これはちょっとおめでとうございます。お兄ちゃん誕生日おめでとうということでありがとうございます。ありがとうございます。何歳ですか。46です。わ、そうなんですか。そうです、46です。はい、じゃあちょっと僕も、はい、誕生日プレゼントということで。マジで何なん今日この回。私も持ってきたんですけど、僕と今ねちょっと見学してる元同期のハタボー。ハタボーね、二人で。ハタボーも俺は。あー、怖っ。何やねん。ちょっとやばいやばいやばい。こいつやばい。これはやばい。これはじゃあモジャとモジャの同期のハタボーが。そうです、はい。ちょっとね撮影に役立つもの。あ、マジで。はい、やっぱり、ね、これからまたどんどん撮影していくからね。そうでしょ、はい、はい、ありがとうございます。何これ？あの置くタイプの、置くタイプのライトです。照明だ。はい。めっちゃいい。しかもコールマンやから結構なんか屋外でも行けるよ。どこでも。アウトドアの。アウトドアでもいいし、ただ撮影でもいいしという。すごいね。これ形が面白くてね、三脚みたいな感じで広げれて置けたりとか。うん、でなんでこれにしたか。やっぱりね、この可愛い女の子が出てるのにちょっと照明で当ててあげないと。ダメでしょ。あ、じゃあ早速使いたいですね。ねえ、なんかね、はい、使う、はい、せっかくなんでね、この美女は当てていかなあかんやろ。でも結構強いでしょ、ね、ほんで、ね、強いし、まだまだ変わる。ライト消してあかんねん。ほらあ、まぶこれをこうやって置くとか。ほんまや、なんかこんな黄色嫌です、黄色嫌です、白がいいです。こいつ、うっとうしいわ。そういうか、もうあのクラッカーの恐怖でずっと汗が止まらない。すごい汗。汗が止まらんねんけど。じゃあ、はい、あ、私ありますけど、なんかそれ出された後めっちゃ出しますよ。え、なんでいいやん。そこは美味しいんです。合わせてない。美味しいです。美味しいんです。洋菓子です。あ、これも車の中でさっき渡されました。はい。何のサプライズかもない。聞いてください。それはケーキへの意識をそらしたくて、強い先にこれ渡す。全然喋らせてくれ。強い。もし俺がこれボケ落としてたらどうする気やん。もうガが強いな。これね、あのね、めっちゃ可愛いんですよ。おすすめの説明はしてください。一旦備えてからとかも。お供え、はい、仏様や思って。地蔵か。ちょっと待ってくれ。もうちょっと始めよう。ちょっと一回しまいましょうか。はい、ということでございまして、今回はねこれなオフ会イベントもやったんですけど。いや、そうですよね。はい、その時に来てたお客さんに、まあ、お兄チャンネルの企画で何が好きですかって聞いたら、参戦企画が好きっていう。いや、嬉しい、はい、言葉が多かったんで、その参戦企画でございます。お、世紀のジャイアントキリング参戦。あ、いいねいいねいいね。ジャイアントキリングって、まあ、いわば、まあ、大番狂わせみたいなことやね、はいはい、大物食いしちゃいましたみたいな感じでございます。数々の名レースというのがあるんで、正直これを参戦するのはめちゃくちゃ難しかったんですけれども、させていただきました。はい、それでは行かせていただきます。まず1投目、クイーンス
プマンテ。おー、聞いたことありますか？いや、ないですね。ないでしょう。そうですね。まあ2009年の頃に活躍した馬なんですけれども、その年の初めはクイーンスプマンテっていう馬は牝馬なんですけど、5歳になったばっかりでまだね3勝クラスを走ってた馬なんですよ。5歳で。5歳で。だから今のクラスでいう3勝クラスやから、当時も1000万クラスっていうところ走ってたんですけど、でこの馬の得意な戦法というのは逃げなんですよ。でその逃げで頑張ってみるけれども、なかなか勝てないっていう何年間を過ごしてきて、2009年には5歳になったというところなんですけど、はい、その2月にやっとその1000万クラスというのもね、花を奪って逃げ切って勝つんですよ。しかもいい逃げですよ。パーンって逃げて束を引きつけて、最後はしっかりと抜かさずに勝ち切るっていうね、先頭を譲らないという勝ち方やったんですけども、はい、クラスが上がってからはさらに走るんですけど、2走ね奔走してしまうんですよ。逃げ馬ってなかなかずっと連勝するっていうのは難しい客室。そうなんですね、はい、でも3走目のオープンのレース、重賞の1個下ですよね、に出走しまして、ここではいつもと違う大逃げっていうのをしてみせたんですよ。束を従えてじゃなく、そう、大きくリードしてポツンと逃げて、後ろの馬たちをちょっと惑わすみたいな作戦なんですよ、はいはいはい、得意としてた先方は逃げやねんけど、大逃げもできるんかいと。でも最後まで持つかなと思いきや、しっかりと4コーナー回ってもセーフティーリードを保ったまま、最後は3馬身半差の完勝して、この時に2回奔走してての3走目やったからね、6番人気ということは穴馬、でもこの奇襲作戦が成功して見事勝ち切るということになったんですね。でもこのレースというのはハンデ戦やね。この時にクイーンスプマンテは49キロの軽金量やったんですよ。だから効果的な作戦を使ってしっかりと勝ち切ってます。あ、なるほど、そこも考慮した上で、ハンデ戦やからこそ、そして49キロやからこそ、この大逃げという作戦はこのレースにおいては効果的だったということです。これちょっとなかなかの作詞ですね。ただでもこの戦法はやっぱりクラスが上がってしまうと、もうハンデ戦じゃなくなってくるんで、なかなかうまいこといかないんです。なるほどね。だからこっからクイーンスプマンテはどういう風に戦っていったらいいんだと思ってたんですけど、結局案の定次のレースは G2 京都大賞典というレースに出るんです、はい、もうオープン勝ったから重賞クラスにチャレンジするんですけど、ここではもう一頭TM プリキュアという逃げを得意とする馬がいてたんですよ。プリキュア当時好きだったんじゃないですか。めっちゃ好きでした、はい、15年前だからほんまにちょうど好きだったんですね。そうですね、はい、でほんまにこのテームプリキュアっていう馬もでも2歳女王に輝いてるか G1 枚で、この時はこの馬も逃げを得意とする馬で、このクイーンスプマンテと一緒に出たんよ。このレースでは TM プリキュアに逃げを譲ってしまって、ほう、結局クイーンスプマンテも逃げが得意やのに自分のレースができずに、まあ、2番手やから、でそれでこの2頭でちょっと大逃げになっちゃうんやけど、結局最後はやっぱり差し馬に最後刺されて、京都大賞典ではもう大敗を喫してしまう。あ、なるほどね。え、結構逃げてたのに負けちゃったんですか。そう、やっぱりこの時の筋量、いわゆるもう49キロじゃないし、ほとんど差がない牝馬分の2キロマイナスぐらいしかないから、かなり同等レベルの馬たちには負けてしまうよね。なるほどね、結局やっぱりこのテームプリキュアと一緒に逃げてしまった、この逃げというのはなかなか厳しかったなと言いながら、でも次はまた走らなあかんから、さあ次に選んだレースは G1、エリザベス女王杯、なかなか挑みましたね。挑みました、チャレンジですよ ね。でもチャレンジしなければ勝利はやってこない。まあそりゃそうですよ。この時単勝77倍、お11番人気クイーンスプマンテ、これはなかなかっすね。まあそれは無理もないですよ、前走大敗してるし、でなんといってもこのレースには2冠牝馬でありながらとんでもない末脚の持ち主の、ブエナビスタという超良血馬、レジェンドじゃない、レジェンドですよ、が出走してきてるわけ。だってほんまに3冠目も惜しくもさせなかったけど、めちゃくちゃ惜しい3冠の逃し方やったから、負けてなお強しやった。その後に出てきてるから、もうここではね圧倒的1番人気 1.6 倍、だからもうほぼこの馬が勝つとみんな思ってたし、やっぱ京都のコースなんで差しが効くんよ。逃げからしたらかなり不利やね、逃げやったらやっぱりちょっと小回りでちょっとトリッキーなコースの方がごまかし効きやすいから、はー、ここはなかなかコースも広くて直線も長くて最後平坦やから差し馬結構有利かなっていう展開が多いんですよ。でしかもさらに最悪なのがこのレースにも TM プリキュア出てきてる。うわ、自分のペースで逃げれない。そう、だから前回のその手を食らってしまったから嫌な組み合わせやなと思いながら、はい、レースはスタートする。え、ちょっとどうなんの、楽しみやな。これ今回このクイーンスプマンテ、お前回とは違った作戦で、おう、え、花は
絶対に譲りませんでした。なるほど。天エムプリキュアがどんどん来ようが、うん、もう前回はそれで譲ってしまって2番手に甘んじて自分のレースをできなかったんで、うん、譲るもんかということで、うん、絶対に譲らんということで花の奪い切ります。しかし天エムプリキュアも私も負けないわよ。マイクガン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 やり合って、結局気づいたら超大逃げ。もうほんまに歴史に残るぐらい。G1 でこんな大逃げ久々に見たなっていうか。1頭で大逃げは見たことあるの、はい、2頭でガンガンやり合いながら、あ、なるほど、ないない、うわちょっと見てみたいなこれ。 それはないでっていうぐらい。へー。で気づけばもうこの2頭が先行って、うん、大逃げじゃない超逃げ、超逃げで3番手以降もちろんブエナビスタたちがいる他の十何頭はもう20馬身以上離れてる。20馬身。でもこれいずれは隊列が詰まってきて、うん、まあ、後続集団に前走のように飲み込まれるんやろうなと思ってたら、なんかしなけどあれよあれよという間に20馬身ぐらいを保ちながら4コーナー回ってくる、うん、それすごいですね。そして直線向いた時にはもう後続たちはバンチキュース絶対のやつ絶対届かへんやー言うた中ブエナビスタだけがもう追い込みしてくんねやけど、最終的にクイーンスプマンテとテーブリキュアがそのまま1、2着でゴール、ジャイアントキリング。うわー見たいわこれ。どこまで行ったんやろブエナビスタが。それも気になるし。見れるんですか。だから見ます。おえてか会場どよめかなかったんですか。すごいよ、すごかったよ。じゃあ行きます、はい、ちなみにクイーンスプマンテは青の帽子は7番でございます。7番ね、はい、そのまずやり合い、最初のやり合いみたいな。スタートするところから言いますね。じゃあそれではレーススタートいたします。お、楽しみ。スタートです。クイーンスプマンテはこれね、青い帽子の7番ね、はいはいはい、プリキュアもテームプリキュアもこれです、11番です。11番テームプリキュアも、まあ、さあ行こうと思ってます。でもこれスプマンテの方がいい感じでしたね。いい感じでスタートも切れて、まあまあここら辺はまあ逃げてるなという感じですよね。もうここで花奪ったんやからもうこれでええやん、うんうん、もうテンプルキアコントいてくれよって感じやんか、うんうんうん、来ます。ここからまだまだまだ奪いに来ようとします。諦めないんだよ。要するにプリキュアが、プリキュアも諦めない。プリキュアは諦めないですよ。いやいや、そっちのプリキュアじゃない。テームプリキュアもやっぱり自分のレースをしたいから。ほうほうほう。おもろー。ほんまや、もうこの時点で結構騒いできました、うん、これ、ほんまに2頭逃げって結構珍しいですか。珍しいです。へー。で、まあ、もうここでテームプリキュアもう諦めてんねんけど、だけども、やっぱりこのクイーンスプマンテとしてはやっぱり後ろからちょっとこらえてる、ちょっとつつかれってずっとやってるから、やっぱり結構プレッシャーをかかりながら、本来なら逃げてるはずやねんけど、ああああ、だから一頭だけ背負って逃げてるという謎の感じになってる。めちゃくちゃ騒いできてますよ、うん、すごい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 、すごい。でブエナビスタは、ブエナさんは、ブエナはまだこれ映ってないです、ね、ブエナ先生は、すごっ、もうこれかなりすごいね。もう強烈に、いや超逃げやね。これ見てたらこれ勝てるって思いません、後ろ後続のもう無理やんこの時点で。これブエナビスタ、これ多分16番、これいや、こっからでも、あら見てこれ、3コーナーの下り今下っていってんの、で、ブエナがちょっと上がってきたんじゃないですか。ブエナ上がってきてます、これ外から3番目。おー、来た来た来た、これはさあ、このアングルからさあ、次迎えたら4コーナーよ。もうここ次アングルカット4コーナー。いやいや、映ってない、直線、はい、これさせるか、うわーうわーってみんな言うてますから、うわーうわーブエナ届くんか、うわー、でもブエナがやっぱ来るんや、早っ、ブエナ早っ、前の2頭ほぼバテバテ、あ、やばいやばい、ほぼバテバテ、あ、もうこの時点でプリキュアと騒いでますね。プリキュアはもうバテてる。お、わわ、ブエナでもすごい来る、うわー、おもろー、ブエナもでもすごいですね。これは見てください、ブエナもすごい、これすごいですよね、ブエナもすごい。これだからクイーンスプマンテが1頭だけの大逃げやったら、ひょっとしたら厳しかったかもしれない、逆に。テンプリキュアというライバルが最後まで追ってくれたから踏ん張れた、踏ん張れたし、テンプリキュアも食いつけれた。だからそれだけ離せれて貯金ができたから、なんかどっかでちゃんと貯金はできてたんやな。安藤さんも途中はもう、全然前なんか見えなかったって言ってた。全然普通は距離感が怖いやんか、はい、これ届くんかみたいな。でも一番人気やからやっぱり自分から動くってなかなかできないよ。他の馬が動いてそいつらを潰しに行ってくれよ2頭ってやっぱ一番人気に乗ってる人は思う。そうなんですね。そやけどもそんなん言うててもこの距離感まずいぞと思って自分で動いていったけど最終ちょっと届かなかった。でもブエナもですよ、でもちょっと届かなかったに行けるのがすごいですよね。そう、ブエナビスタから一頭軸で総流しした人が多い。
ほう、ブエナビスタって 1.6 倍やんか、はい、その馬がほぼ勝つのにそっから総流しするって、ね、なんやねんって、はい、どんな馬券の買い方なんですか言うて、結局これが多分大番馬券やった。プリキュアさんもそこまで人気がなかった。全然なかったですよね。いやすごいな、ジャイアントもジャイアントやで、ね、これ結局150万馬券、ブエナビスタからの、ブエナビスタからの一等軸マルチの買い方で正解やったやつ、その人。はあ、その方はお兄さんではなく島木ジョージさんです。島城、島城って呼ぶね。え、パチパチ、うん、そう、パンチまで言えよ。島木ジョージさんがこれで150万、うわでもほんまに見事な J&D やられたなっていう。でもこの乗ってた田中広康ジョッキーという方は今や調教師になられて、レモンポップとかレーベンスティールとか活躍場を育て上げてる。すごい、これはちょっと1投目から参った参った。マイケル・ジャクソンです。出た、島城、島城だ。はい、続いての2戦目はアグネスデジタル。この馬も、うん、もうとんでもないジャイアントキリングをしてくれてるんですけど、この馬はね、もともとダートをずっと走ってたよ。で、福永祐一さんと共に。で、ずっとダートをね、2歳の頃から走ってて、で、1回もみじステークスって芝のレースにも挑むんやけど、ここでまあ8着と負けてしまって、あ、やっぱダートなんやなー言うて、ダート挑んでいったら、2歳の終わり、まあ、当時3歳なんですけど、全日本3歳優勝っていうのは、今でいうとこの全日本2歳優勝って言って、今では G1 なんやけど、そこでしっかりと勝ち切って重賞初勝利を挙げる。おー、そう、あ、だから、あ、やっぱ強い前な、外国3倍したダートの方が得意なんやなと思いきや、うん、翌年3歳になってからは NHK マイルカップっていう3歳の丸貝の、まあ、芝の G1 があるから、そこに向けて1回もう1回芝にチャレンジする。で、クリスタルカップっていう重賞レースで頑張って3着。で、その次もニュージーランドトロフィーというトライアル戦を使って芝のレースやねんけど、ここでも3着。おお。でも NHK マイルカップはやっぱり G1 なんで、ここではイーグルカフェに負けてしまって7着。一応ここは目標やったから、とりあえず芝はこんなもんかということで、ダート路線に切り替えたんです。はいはいはい。そしたら、名古屋優秀をしっかりと勝ち切る。ダートなんですけど。で、ジャパンダートダービーでは一番人気になるも、ここでは負けてしまうんですよ。で、秋はダートレースに行きます。ユニコーンステークスという重賞をしっかりここで勝ち切って重賞2勝目を挙げます。おお。その次、武蔵野ステークス、ここでは小馬との戦いでしっかりとここでも2着を確保して、この馬3歳にして小馬との戦いでダートの重賞で2着来たやん、すごいやん。うん、この馬ダートで今後結構やっていけるかもというふうに思った次のレース、うん、3歳でなんと芝のマイルチャンピオンシップという G1。 あー、すごい。いや、もうそんなん無理やん、さすがにね。だってこの時単勝 55.7 倍、13番人気。このレース自体がすごい混戦で、1番人気から5番人気まで単勝1桁オンズ。分からんなーっていうレースや。そう、割れてんのよ。1番人気がダイタクリーバー、2番人気がブラックホーク、で3番人気シンボリーインディ、4番人気エイシンプレストン、5番人気キングヘイロー。ここまでが一桁オッズなんやけど、うん、今名前連ねたけど、これすごい名馬ばっかり。うん、はい、そんな中出てきたのがダートを得意とする3歳馬のアグネスデジタルやったわけね。うん、結局この馬って普段はある程度前目につけてダートで押し切るわけよ。せやけどパンとレースしてみたら、今回後方からの競馬になっちゃう。はいはい、やっぱり芝の超一線級のマイラーが集まるレースっていうと、スピードついていかれへんやと。完全にもうついていけないくらい。だっていつもは前目で競馬してんのに15番ってとかやね、この時。あー、やっぱさすがに厳しいんやろなと思って、もうレース見てました。そのまま直線に向いてもこの馬まだ後方なんやったら、別にこの馬を僕はチェックしてたわけじゃない、はい、前の方のダイタクリーバー、エイシンプレストン、キングヘイローとかめちゃくちゃ見てて、で前の方でゴールが近くなってきた、前の方で決着しそうやな、あ、ダイタクリーバーが抜けてきた、さすが一番人気やなと思って見てたら、ちょっと画面引きになったら、外からマジで見えへんところからアグネスデジタルが鬼足で追い込んでくる。飛び込んできた、飛び込んできて最後チョンって刺して G1 勝利。ジャイアントキリング、これはちょっとすごい。これもちょっと見たい。そんなんめっちゃおもろないですか、レースとして。おもろいな、チョンって刺すって何、ね、この馬他にもジャイアントキリングしてんねやけど、このレースだけに刺して今回は。じゃあ要するにダートでいい感じで上がってきて芝に次行ったのがこのレースってこと。このレース、まあさすがに無理やろってことですよね。全員ね、多分注目しなかったかもしれない。さあスタートします。スタートしました。この時は7枠13番オレンジの帽子でございます。だからもう前にも映ってない、あんまり映らないんじゃない。これ山勝すずらんからなんか逃げてて、で結局15番手なんで、もうだいぶ後方ですね。どう
こで上がってきた。1もなんかそんないけるような感じのところじゃない。最後抜け出してくる一番人気の大宅リーバーは中段でしっかりと折り合いをつけてって感じだけど、まあ、この馬は大体それぐらいの馬なんですよ。3歳馬なんで同じね、まあ、当時でいうところの4歳です、うんうんうん、これアグネスデジタルのここです。あ、そこか、はい、後方3番ちょっと内側にいるんですかね。うん、ちょっと外やね、外に。あ、外ですか。ある程度外には進出してるけど、ただ大外分回して勝てるような馬じゃないし、うん、相手のライバルも強いけどね。さあ今3コーナーから4コーナーに向かって、もう、はい、まだアグネスデジタル出てくる。これアグネスデジタル、はい、もうカメラも前の戦いやと思ってるから前の方にグーッと寄っていくわけよ。で、内から大宅ヤマトという馬が抜け出してきて、ちょっと待って、これエーシンプレストね、これエーシンプレスト、うん、そして大宅リーバーが間から抜け出してきた。すごい、はい、大宅リーバーと大宅ヤマト、そしてエーシンプレストの戦い会、大宅リーバー、あ、これや、はいや、はいや、うそ、これやば、もう誰もが予期せぬ馬が外から急に突っ込んでくる。実況の人これなんて言ってるんですかね。でも冷静に、外からアグネスデジタル突っ込んできたみたいなこと言う。へー、 でも足がすごい溜まってるから、うん、進路取りもすごい、もう斜めに切り込んでいくんやけど、一頭だけ2倍速、これも見てほしいね。すごいよな、これみんな衝撃やった。芝の初 G1 勝利がマイナーがたくさん揃ってる混戦マイルをもう鬼足で断ち切った。うん、めっちゃかっこいい。ここで初島勝利を挙げて、お前ダート強いんちゃうんかい、芝かいみたいな。しかも人気薄の逃げが勝つことってたまにある。展開が有利や。はいはいはい。でも追い込みがここまですごい足でぶち抜いてくるって多分相当能力がないとできない。なるほど。相当強いんちゃうかってアグネスデジタルだった。なるほど、いい意味でバレたんですね。バレてん。で、そこからアグネスデジタルも翌年の春も芝路線を歩むことになるんだけど、そこでなかなか語れへん。なんで？分からん。この時なんで？そう、この時なんでやねん。で、みんな疑ってしまうのよ。で、安田記念にも春はマイル G1 チャレンジするんだけど11着やねん。あらら、全然ダメじゃないですか。全然ダメやねん。だからやっぱりダートなんかって言ってダートに転向すんやんか、うん、そしたら2連勝して何歩入って G1 勝つねん。結局やっぱダートやったんかいと。芝のあの時はなんか分からんけど全てがハマったんから、やっぱダートで能力を発揮する強い馬なんやな、ダートで今後の活躍見ていこうかと思ったら、次のレースは芝の中距離 G1 天皇賞秋、うん、また芝、しかも中距離、今まであなた中距離ほぼ走ってなくてマイルで能力発揮してきたやんか、そんなところ行くん。しかもこの選択肢によってアグネスデジタルは一気に悪役になっちゃうんですよ。なんでそんなヒール役に。天皇賞秋っていうのは当時マルガイっていう外国サンバは2頭しか出れませんっていうルールや、うん、でそこの1頭には名将怒涛っていうめっちゃ強い外国サンバがいたから、もうこの馬が出ることはほぼ確実なんや、賞金的に、うん、で、あとこの一枠をその当時3歳でブイブイ言わしてた黒船っていう馬が出走するということでめっちゃ話題になって、この名将怒涛とテイエムオペラオっていうこの2頭の最強ライバルがおってんやけど、このライバルをひょっとしたら倒せるのが黒船違うかって言って、みんなはこのマルガイの黒船の参戦をめちゃくちゃ楽しみにして、なるほど、そしたら急にこのアグネスデジタルが、あ、ちょっとすいません言うて名将怒涛と黒船の間に割って入ってきて、賞金的にこっちの方が上やから、だから2頭の枠にアグネスデジタルが入ってきたもんやから黒船除外される。参戦できなくなる。そう、しょうがないんですか。もうしょうがない、だってアグネスデジタルの方賞金稼いでる。そういうこと、何歩入かっていうか、だから黒船やったらTM オペラ王と名将怒涛倒せてたんちゃうんっていう競馬ファンの楽しみがアグネスデジタルが入ってきたことによって、うん、何してくれてんねんってちょっと空気読めやと、そうなっちゃうねん。でもアグネスデジタルも別に強いんやで、だってマイルチャンピオンシップも勝ってるし南部杯も勝ってるし、でもなんか黒船の方がスケールが大きいしってみんな思われてて、結局黒船はそこに出られへんかったから初めてのダートということで、その年の武蔵野ステークスに結局黒船は出ざるを得なくなった、うん、そしたらそこで9馬身差の圧勝する。やっぱ黒船強かったよ、強い、だから出といてほしかってん天皇賞秋にってみんななったわけ。
で、おもろ流れ。結局天皇賞秋の日がやってきて名将どども出てるし、うん、なんだったら現役最強世紀末覇王帝炎オペラ王が出てる、うん、この馬がもちろん圧倒的1万人気の 2.1 倍。そして2万人気は宝塚記念で初めてライバルの帝炎オペラ王を倒した名将ドトール。そして3万人気がその年のドバイシーマクラシックを勝ってさらに充実してきた7歳馬ステイゴー。めっちゃすごいじゃないですか。カリスマスターが出てきてる中にアグネスデジタルが出走して4万人気、うん、4番なんですね一応。でもめちゃくちゃ離されてる4万人気。どうなんのこれ。だからこれを望むときに、うん、このアグネスデジタルを管理していた白井先生はとにかくテイムオペラ王を出し抜けと。だからテイムオペラ王に気づかれないように4コーナーから直線回ったときに観客席の方に向かって走れと。何それ。だからテイムオペラ王はしっかりとしたレースしてバーッてババの直線をバーッて抜けてくるやろうから見つかったら底力出されて負けるからもう出し抜くためにはもう観客席の方向に向かって走れみたいなことを指示出したい。奇襲的な感じですよね。 そしたらその通りに立ち回ってきたアグネスデジタルは直線向いてから大外をブワーってほぼ観客席の方向に向かってしっかりと刺していくわけ。そしたらやっぱり案の定テーマオペラも強いからババの真ん中を抜け出してグーッと内を進んでいくわけだけど外から来てるアグネスデジタルには全く気づいてない。奇襲成功。結局外から刺してきたアグネスデジタルに最後ちょんと刺されてテーマオペラを負けてしまう。毎回ちょんと刺す。アグネスデジタル2回目のジャイアントキリング成功。このことによってヒールだったアグネスデジタルが一気にヒーロー。うわーよかったー。すごい。この陣営の選択肢は間違いなかった。そしてこの指示も間違いなかった。すごいですね。これ観客側ってことはもう大盛り上がりじゃないですか。いや結構もう盛り上がってるよ。ですよね、うん、しかもな重馬場やったということもよかった、うん、ダートも走れるしパワーがあるからだからしっかりとアグネスデジタルが勝ち切ってジャイアントキリングをしてみせて、うん、片やダート路線に回らされてしまった黒船は、うん、武蔵野ステークスをキューバ審査で圧勝し続いてのジャパンカップダートを並ば審査で完勝してみせる。へー、結果良かった。だからアグネスデジタルのせいでっていうのがアグネスデジタルのおかげでまた黒船は覚醒することになる、うん、へーすごい面白い。今日の3戦だいぶレベル高いですね。まだ1頭いてるから。まだいんの。最後の3頭目はサニーブライアン。これはねちょっと古い1990年代後半に活躍した馬で、あ結構古い、まさに僕の競馬熱中時代でございます。あそうでした。はい、もう種牡馬で言いますとサンデーサイレンス、ブライアンズタイム、トニービンというこの三大種牡馬が黄金時代を築きつつある中、うん、この父内国さんのメジロライアンサンクっていうのも新風を吹かせていたこの当時めちゃくちゃ盛り上がっていた時代の話です。へー赤ちゃん時代ですね。97年、はあ、生まれてない97年生まれ。ええ、だからもう生まれたてほやほや。ここはほんまに激アツ時代でこの当時を生きれてよかったなと思うぐらい、でその中でもこの1997年はまさに戦国クラシックって言われたぐらい個性的な馬が多くて大混戦と言われた世代や。へえ、はい、このだから戦国クラシック世代の一頭がこのブライアンズタイム3区のサニーブライアン。覚えとこう。このサニーブライアンという馬はデビュー戦新馬戦こそ芝で勝つんですけど、そっからねなかなかちょっと勝てずじまいの4戦が続くね。結構続くな、はい、でもその5戦目にしてジュニアカップっていう中山で行われる芝の 2000m のレースを逃げ切って勝ち切るんだ。でやっぱりこの新馬戦でも逃げてるからこの馬はやっぱり逃げるっていう戦法がそもそも合ってる馬なんですよ、はいはい、次の中山芝の 2000m の弥生賞という皐月賞トライアルっていうレースではここでは逃げられない。でランニングゲイルっていうまたこの同世代の武豊ジョッキーが乗るこの馬にしっかりとまくり切られて負けてしまう。このランニングゲイルもまたランニングフリーサンクって言ってマイナー血統でありながらもめちゃくちゃ強いパフォーマンスを見せて人気が出てくる。へー、そう続く皐月賞トライアルやったから続いても皐月賞行けばええのに若葉ステークスっていうレースも挟んでここでも逃げれずに4着に負けてしまう。だから結構使って使って使って次やっと皐月賞というレースに出るわけやねんけど、うん、ここでも大外枠に入っちゃう。8枠18番、うん、で中山競馬場ってやっぱ外枠が結構不利やねん。ある程度前目につけてしっかりと押し切るっていうレースがほんまは有利やねんけどさすがに大外枠が不利やしメンバー的にもめちゃくちゃ強いからどうかなと思ってたんやけどこのサニーブライアンに騎乗する大西ジョッキーは逃げますってもう宣言する、レース前からちょっと駆け引きが始まる。うわでも大外18番から逃げたとしても
大丈夫やろ。だってジュニアカップっていう同じ皐月賞で行われるコースで逃げ切ってはいるけど、弥生賞3着、若葉ステークス4着で挑んできてる馬が大外枠から逃げたとしても、まあそこは大丈夫なんじゃないかっていうふうにみんな思ってました。しかしこの大西ジョッキーはしっかりと大外枠から宣言通り逃げて自分のペースを刻み、最後逃げ切ってみせて首差抑えてジャイアントキリングだ。逃げ宣言してしっかり逃げて逃げ切るってめっちゃむずい。すごいですよね。だからもうグー出しますで勝ったってことですよね。そう、うん、でサニーブライアンは 51.8 倍の11万人気で見事ジャイアントキリングを成し遂げてみせる。戦国クラシックと言われてるこのクラシック1巻目を勝ち取る。1巻目面白いこと言いますね。このサニーブライアンは続くダービーまだあんの、はい、普通ジャイアントキリングしたからといえ、しっかりと逃げ切って皐月賞馬に輝いた馬は人気しますよね。ダービーいやそれはするんじゃないですか。サニーブライアンは6番人気です。えなんでそんなちょっと評価低いのみんなの。また大外枠に入っちゃう。なるほど、8枠18番、これは何なんでしょうね、運が。だけどもそれだけじゃなくて、うん、とにかく出てる面々がすごいよ。やっぱり戦国クラシックやから。そりゃそうやんな。じゃあこのダービーの1番人気メジロブライ出た、ウマ娘の大人気、うん、そして2番人気はランニングゲール、先ほど竹谷豊さんが乗ってたというあの馬、ね、そして3番人気がシルクジャスティス、めちゃくちゃ強い、結果有馬記念とかも買ったりする。うん、4万人気サイレンス鈴木。あ、あかんね、これはその時代ですか。すごい世代や、すごいな。5番人気トキオエクセレン、この馬も青葉賞というダービーと同じコースを勝って挑む馬。そして6番人気はサニーブライアン、皐月賞馬。そして続く7番人気が青龍王という、この馬もねしっかりちゃんと走ってくる、競馬がうまいうまいな。で続く8番人気はエリモダンディという馬で、まあ、ブライアンズタイム3年後にまた重賞も勝ったりする。そして9番人気はマイネルバックス、これは2歳のチャンピオンです、うん、で続いてエアガッツ、そしてその次はマチカネ福北、この年の菊花賞馬に輝くぐ、ぐらいとんでもない馬が出てる中の6番人気や。いや奇跡の世代です。いやもうオールスター、オールスター状態。じゃあそのサニーブライアンのいいのダービーをちょっと見ていただきましょう。これお兄さんやっぱ大外から逃げるってしんどいですもんね。逃げようと思ったら逃げることはできるけど、逃げ切ることはむずい。やっぱそうだよ。しかもダービーって皆さん東京競馬場ですから直線めちゃくちゃ長いです。ダービーを逃げ切るなんて至難の技です。なるほどよ。そうだからダービーだけじゃなくて東京の 2400m を逃げ切るっていうことが難しい。さあ18番のサニーブライアンが入りました、はい、いよいよスタートです。サニーブライアン、おいってる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 、すごいいってるいってる。はい、もうはい取った、5秒でもう花も奪い切ります。だとしてもってことですよね。そらそうよ。確かにいいっすね。いける、面白いね。見てサニーブライアンはシルクライトニングという皐月賞2着馬の馬がちょっと回避しちゃったんで、実質17頭しか走ってなくて16頭を引き連れてんねんけど、もうとんでもない馬たちばっかりやから、うん、メジロブライト、ライニングゲール、シルクジャスティス、サイレンススズカ、トキオエクセレンス、サニーブライアン、セイリュウオ、エリモダンディ、マイネルマックス、エアガッツ、マチカネフクキタル、藤山ビザン、これ皐月賞3着馬やで、藤山ビザン、後ろからあとすごないですか。で湘南ナンバー、ビッグサンデー、ゴッドスピード、テームトップダウン、スリーファイトって、これはもう名前がある馬ばっかりです、でもがっつり背負ってますね。バーッと逃げれないというか、うん、これでずっといけるか、もうちょっと話しておきたいけどな。結構サニーブライアンっていうのは東京で新馬勝ちはしてるものの、なんとかごまかしきれるっていうのはやっぱ中山のコースやったりとかする。あ、だからこの正攻法の能力だけでこの東京コースを逃げ切るっていうことは相当至難の技。へー、メジロブライト、ここにしっかりと足を。いやだって正直この感じで見てたらもういつ抜かされてもという、生き抜きしないっす、うん、そう。さあえこれサニーブライアン先頭で回ってきます、はい、さあこっからさあ直線もううわーってもう湧いてます。こっから行かれるだろうとだからみんな思ってる。みんな戦国やからこれ、はい、ほんまにうわーってなってる。さあどれが活性状態。さあどうだ、サニーブライアンはここで二の足ちょいちょい話してるやん。話し始めてんのよ。ここでももう使ってますよね。そう、えいけるかな。えそしてそのから突っ込んできたよ。 いけそうな気するぞ。シルクジャスティスとメジロブライトも突っ込んできたよ。おーどうなるどうなる、はい、どうなるどうなる、おーいけるかいけるか、はい、はい、うわーこれこのガッツポーズいいですね。これ、はい、これめちゃくちゃ有名なガッツポーズ、大西ジョッキーのブルブルバーッと振って、そう、すごい、ジャイアントキリング2連発の2冠、素晴らしい。これいいですね。この写真欲しい。
しいですわ。ほんまにこれ超有名。有名なやつ。この年の顔みたいなところになったから、なんかいろいろその当時のサラブレッドカードのパッケージとかに。あ、いや、なるでしょう。そう。で、この時の大西ジョッキーの名言が、一番人気はいらないから一着だけ欲しい。うわ、素晴らしい。6番人気であろうが何番人気であろうがどうだって、大外枠どうだって、結局1着欲しいんだよ。だから、なんで6番人気なんとか俺言ってたけど、大西ジョッキーそんな考えたら、1着さえ欲しい。取りに行ってると。そう、1着さえ取れたらそれ。普通こんな名馬揃ってたら不安になりますよね。そら最初に逃げ宣言するぐらいの方ですよね。そう、だからもうほんまにこの思い切った逃げのこの騎乗がやっぱ大西ジョッキーということで、こっからもう数々の逃げ馬がやっぱ大西ジョッキーで集まってくる。うわー、そうか、もう大名詞になってね。で、結局サニーブライアンっていうのはちょっと怪我しちゃって、これが最後のレースになっちゃうんやけど、だから三冠目にも挑むことができなかった。あー、だから僕をはじめ競馬ファンからしたら、この馬実は相当強かったんじゃない。なるほどね。下地はブライアンズタイム3区ということで、あの成田ブライアン、前のトップガンとかを輩出してきたお父さんやから、あ、大舞台に強い血統と言われてる馬やから、この馬このまま行ってたら相当強かったと。三冠馬にもなってたんじゃないかって言われてたから。うわ、惜しいな。もう馬娘に出てきて当然の当然の馬や。はあ、これファン多いでしょう、これは、はい、これはもう僕の競馬熱中時代の初と言ってもいいぐらいのジャイアントキリング。へえ、競馬人生初のジャイアントキリング。もちろん大優作とかね、いろいろアップのキャロップダイナとかいっぱいあったと思いますけど、その時代僕見てないんで。いや、ちょっとボリュームすごかったな今回。ジャイアントキリングってめっちゃ面白いですね。面白い。本命馬をしっかり勝たせきるという、うん、このジョッキーのテクニックもすごいんやけど、はい、本命馬をいかに倒すかというこの戦術でしっかりとジャイアントキリングをしてみせるというこのレースもあるんで、どっちも素晴らしいね。メンタルの強さもありそうですね、はい、いや、もちろん大事じゃない。だからイクイノックスとかずっと強いのは見てきたやんか。 その強いのがしっかり勝ってきてるし、見てきてるやんか。僕たちはこういうの楽しみですね。だからこれからね、過去振り返っても楽しいですよ、ね、あ、めちゃくちゃ楽しいと思います、ね、歴史が。まだまだこれはね、この3戦はできると思います。ということで、世紀のジャイアントキリング参戦でした。イエーイ。